マックス・エルンスとは、20世紀のドイツ人画家、彫刻家。ドイツのケルン近郊のブリュールに生まれ、後、フランスに、帰化、さらに、アメリカ合衆国に亡命した経緯からフランスと、アメリカ両方の国籍を有した。ダダイスムを経ての超現実主義の代表的な画家の一人で、ある。作風は多岐にわたり、フロッタージュ、コラージュ、デカルコマニーなどの技法を駆使している。 1891年、マクシミリアン・エルンストは、ブルールで、ローア学校の教師かつアマチュアの画家フィリップ・エルンストを、父とし、ルイーゼを母として生まれる。父フィリップは厳格なクリスチャンであり、マックスを経験な信徒として教育するとともに、彼を絵画のモデルとして使っている。1909年から1912年、ボン大学において、哲学、心理学、 美術史を学ぶ。フィンセント・ファン・ゴッホの絵画に触れ、画家を志す。1912年、アウグスト・マッケのライン地方表現主義者グループに参加。ギオム・アポリネールとロベール・ドローネーとの交流を持ち、青騎ュグループとも接触。1913年、ジャン・アルプに会う。1914年、第一次世界大戦勃発。砲兵隊員として軍部に就く。 1916年、ダダイストたちとの最初の展覧会。1917年、デア・シュトルム氏が、論文、色彩の発達を掲載。1918年、美術館副管理長のルイーゼ・シュトラウスと結婚。1919年、パウル・クレイに会う。ジョルジョデ・キリコに捧げた、コラーチュアルバム、流行は栄えよ、芸術は、滅ぶとも出版。1920年、 ポルノグラフィー制作の容疑で起訴され、父からの図書とアンドレブルトンなパリのダダイストよりの共感を受け、展覧会開催を進められる。息子ウルリヒ誕生。1921年、ポール・エルアールに会い、永遠の友情を結ぶ。セレベスの像制作。1922年、エルアール夫妻をパリに訪ね、共に、神々の不幸、反復を出版。 ルイーゼとの離婚を済ませぬ前に、ガラエリュアル夫人と友情を超えた関係を持つが、夫のポールは黙認するどころか、集団恋愛にふける。1923年、アンデパン団ン,ンに作品を出品。1924年、絵が美しき女庭師で、キュビストとして、賞賛を得るが、ナチスに作品を持ち去られ、大廃芸術展に行って晒し物にされる。最後に旅行し、 失踪しようとしたエルアールを説得。ブルトンのシュルレアリスム宣言に共感し、シュルレアリスムグループに交流する。ナイチンゲールに脅かされる二人の子供制作。1925年、フロッタージュの手法に目覚める。シュルレアリスムグループ展に参加。1926年、博物誌出版。パリで初の大規模な作品展を開催。ジョアン・ミロと共に、 セルゲイ・ディアギレフのバレエのための衣装、装置を制作。1927年、映画脚本家、ジャン・オーランシュの妹マリーベルト・オーランシュと結婚。1929年、百頭女を出版。ルイス・ブニュエルの頼みで、彼とサルバドール・ダリの映画、黄金時代の簡単な役を引き受ける。1930年、カルメル修道会に入ろうとした、ある少女の夢出版。 1931年、アメリカで初の作品展を開催。1934年、アルベルト・ジャコメッキとスイスで過ごし、彫刻作品を手掛ける。事前週刊を出版。1935年、ニンフエコー、都市の前景制作。1936年、レオノール・フィニと親密になり、2年ほど交際する。マリーとベッツリ。1937年、 カイエダール氏に評論、絵画の悲願が掲載される。アルフレッド・ジャリーの儀曲、鎖につながれた、ユビュの装置制作。イングランドの画家レオノーラ・キャリントンに出会い、パリで共に暮らす。1938年、ブルトンによるシュルレアリスムグループからのエルアールの追放の呼びかけに、反対し、グループを離れる。キャリントンと南仏のサンマルタン・ダルデシュに移住し、彼女の小説、 恐怖の館、卵型の貴婦人の挿絵を手掛ける。1939年、第二次世界大戦勃発と共に、適正外国人として逮捕され、エクスアンプロバンスのレ・ミル収容所に収監されるが、LR の助力により保釈。1940年、今度はゲシュタポに逮捕されて再びレ・ミルに収容される。レミルのモンマルトルと呼ばれたこの収容所には、 芸術家が多く、ハンス・ベルメールとは同室この事件後、キャリントンはスペインに逃れるが、衝撃によって、精神を闇入院。回復後、メキシコ人外交官と結婚して、米国に亡命する。1941年、エレノア・アルーズベルトの支援によって結成された、緊急救助委員会により、マルセイユに派遣された、米国のジャーナリスト、バリアンフライラの尽力により、 スペイン経由でニューヨークへ脱出。経済的に支援した美術品収集家、ペギー・グーケンハイムと結婚するが、間もなく離婚。この年、ブルトンと若い亡命ルレアリストグループに加盟。1942年、ウゴのヨーロッパ通製作。ニューヨーク、シカゴ、ニューオーリンズで作品展。お城グラフを経てアクションペインティングに目覚める。シカゴにいた。 音楽家、ジョン・ケージと接触を持ち、ニューヨークの自宅に招く。1943年、ドロテア・タニングと出会って、すぐ親密になる。1946年、タニングと結婚、アリゾナに移住する。ユークリッド、彫刻、ヤギ座制作。ハンス・リヒター監督の映画、金で買える夢脚本協力。1948年、アメリカ国籍を得る。 1949年、パリへ戻り、旧友たちとの生活を取り戻す。1950年、パリで回顧展。1954年、ベネツヤ・ア・ビエンナーレ展で大賞を受賞。1955年、ビエンナーレ大賞受賞を非難して、シュルレアリスムからの彼の追放を宣言したブルトンと、絶縁。オーアルベルトゥス制作。 1956年、ベルリン芸術アカデミー会員に任せられる。1958年、フランスの市民権を得る。1959年、パリで大開雇店。1964年、マクシミリアナを出版。1968年、オリビエ・メシアンのバレエ、ラ・トゥラン・ガリラの装置を手掛ける。美しき女に和紙の機関制作。1972年、 ジョルジュ・リブモンデ生乳の兵士のバラードの差し絵制作。1975年、ニューヨークのグッケンハイム美術館で大開古展。1976年、万85歳の誕生日より1日前にパリにて死去。2005年、故郷ブリュールにマックス・エルンスと美術館開館。ありがとうございます。